南町の薬王寺前に店を構える蔵元製菓。こちらで今月15日から販売開始したのが厄除け飴です。一見すると飴には見えないこのお菓子、この地域で古くからお正月の縁起物として親しまれているもので、毎年11月中旬頃から店頭に並びます。創業した93年前、厄除けのお寺薬王寺にちなんで発売して以来、秘伝の製法を守って作られてきました。毎年年末年始にかけて作っていきますので、もう新しい年が穏やかでいい年になるように無病息災を願って作らせていただいてます。空気を含んだ大きな板状の飴は固くなくサクサクとした食感、好きな大きさに割って食べると懐かしい甘い味が口に広がります。味は定番のプレーン、青のり、ピーナッツに加え、今年初めて登場したミックスナッツの合計4種類。これからお正月に向けて製造のピークを迎えます。